あるある、ゆうちゃん頑張って、まだ終わってないよ。素敵な宮崎、あるある宮崎、最後に一言、新幹線がなくても、陸の孤島と呼ばれても、言葉にできない魅力があるのよ。やっぱり大好き宮崎県、なんとか来てみてね。